ワラウートスリマカは、タイの元サッカー選手、現サッカー指導者。元タイ代表。選手時代のポジションは FW。1991年にタイファーマーズバンク FC で、選手となり、クラブの絶頂期を共にした。在籍初年からリーグ制覇を成し遂げると、同クラブで3連覇。さらに AFC チャンピオンズリーグや、クイーンズカップも連覇した。 1996年にベックテロサーサナ FC に移籍し、ここでもリーグを2回制した。2003年には再び AFC チャンピオンズリーグで決勝に進出し、決勝戦でスターティングメンバーに名を連ねたものの、ある愛に FC に敗れ、3度目の栄冠を手にすることはなかった。個人としては1997シーズンにリーグ得点王を獲得し、2001から0に、 シーズンにも、得点王を獲得した。2002年から2003年にかけては、隣国マレーシアのケランタン FA に加入したものの、1シーズンで退団し、ベックテロ・サーサナ FC に復帰した。2004年に、ベトナムのビンディン FC に加入、AFC チャンピオンズリーグ2005ではクルーン、タイバンク FC とのグループステージでの一戦で、得点し、同敗で、初の勝利をもたらした。 2007年にチョンブリー FC に移籍し、2008年にカスタムズデパートメント FC に移籍、ここで選手生命を終えた。1991年から2002年にかけて代表出場経験があり、東南アジアサッカー選手権では歴代二位の得点数を誇っている。2000年大会である2000タイガーカップでは決勝戦のインドネシア代表戦でハットトリックを達成し、 4から1の勝利の立役者となる活躍を見せた。さらにこのハットトリックによって、インドネシア代表のグンラドニチリスティアワンとともに、同大会の得点王に輝いた。代表での得点一覧。ありがとうございます。